ハローアースノイド。モビルスーツの整備って具体的にどんなことしてるんだ？に対する、ネットの反応をお送りするよ。実戦で不備が出ないように汚れ落としたり部品交換したりするのかな？現実の戦闘機や戦車とかになると汚れ落としもだけど、外に面してる部分、装甲やネジやパイプや色々とチェックして、いじれるなら開いて中見て締め直す。簡単に外せるってことは外に出てる際の衝撃で緩んだり、歪んでる可能性もあるわけなんで、オーバーホール的体の無理させたらやるみたいなイメージがあるけど、巡回パトロール程度しかしてなくても 3、4 ヶ月に1回のペースでやったりはする。マニュアルとかありそうだけどそういう本ないのかな。少なくとも関節部とか可動部の動作は点検整備はするみたい。ゼータが変形機構のせいで整備しづらいって文句言われてたし。地上と宇宙で整備内容が違いそう。宇宙だと放射線とか浴びてるから専用の薬剤で洗浄したりとかはありそう。作業員だけでも宇宙のノリで道具を宙に置こうとしたり、地上のノリで固定部で止めないとかよくありそう。整備士じゃないけどシードでノイマンが地球に降りてから飲み物を空中に置こうとして重力で落とすシーンとかあった。エースパイロットが乗るジムが外装綺麗だけど戦闘中走り回って中身がボロボロだったから、整備班から更年期障害とぼやかれていた。ビーチャとモンドがダブルゼータをいじってた時のアストナージのセリフだと、ダブルゼータはバラしての合体変形の点検もしてるみたいらしい。ダブルゼータはブロック化を徹底してるから整備はしやすい方なんだ。パーツ消耗が圧倒的に激しいだけであって。作品ごとに相当違いそう。デミトレは HG の解説書で整備性高いって書いてあったな。デミバも確かそうだな。実際に整備する前に点検かな。問題がないか検査して必要であれば修理交換調整。あとは推進剤や機体によってはエネルギーの補充。推進剤や火薬が付着したり入り込むのもあれば洗浄もいるし、振動や衝撃で変調してないかライフルやカメラ破損したのなら交換品の癖やパイロットに合わせた調整なんかは、毎回してないと蓄積したら可動域狭くなってるとか戦闘中に割り食うからな。ゲームだけど頭部バルカン砲の照準角度がずれてる。って起こるシーンあるし照準機能の整備は間違いなくする。高メンテナンスハッチ開けて消耗品とか精密パーツの交換とか修理とか。これ一晩でやったんだからガンダムの強度は頑強でも整備で外すときはある程度外しやすくなってるんかな。見るも無残な姿だけど直前の戦闘で 5500m 素潜りほぼ直後なんだよなこれ。耐久性とメンテナンス性を両立してるのがコスト度外視のゼロとは別方向にやばい。エプシアやクアンタミルにダブルオーは相当楽そう。ビーム系の内蔵兵器は定期的に部品交換してそう。エイジの連邦軍側は元が民間機と作業用重機だからだいぶ楽そう。なんならアデルに至っては手足ごと交換しておいて後で見れるだろうし。逆に米ガン側は構造的に地獄だろうな。売れないだろうけど整備兵にスポット当てた外伝画みたいな。開発者メインのやつならあったな。ユニコーンにそういうのなかったっけ。着付け帳がどうたらの。あとはエネルギー伝達経路周りか。不備があってドカンとかシャレにならんし。ダブルオーのジンクスが量産機として優れてる点にパーツが分割式だから整備しやすい点があったな。やっぱりパーツごとに分けて整備する方が楽だし交換もしやすいから便利。機関部品以外は民間のワークローダー製造会社に、新型ワークローダーの部品ですって偽装して生産させたらしいからな初代ジンクス。さらにその副産物として末端レベルの部品自体はどこでも作れるって強みがある。一回運転するごとに行う車のオーバーホール的なイメージでいいのではないか。全くクソみたいな現場だな。さすがに毎回全バラしてたら時間かかりすぎるだろうし、航空機の A から D 整備みたいに段階分けてやってると思うぞ。自己診断は必須だろうね。あと現実だとレーダーみたいな大エネルギーを使用する部品は半年で取り替えとからし、ジョニキとかにいい描写がありそう。一応ジム2の中身は外伝でそれなりに見れる。エンデ先生だっけ？そうね、ジム2がバラされてるのは、未来の整備士の卵たちの分解整備実習に使われてる時に自称ジオン系の風の会による襲撃があったせい。漫画読んでないけど整備実習なんてそれ用のモックアップ使ってても良さそうなのに、
モビルスーツとして稼働させられるもんなんだな。それとも実習過程が進んで本物に手をつける段階なのか。なんならこの時ジムに据え付けられたガンダムの頭が整備実習用のモックアップ的なレプリカヘッドだったりする。なんだかんだこの後相当状態が悪い、ここから突貫でレプリカガンダムヘッド装着して戦闘機動自体には支障なく動かせるとこまで持ってたから技術自体はそこそこあった実習生ちゃんたちだったりする。ストーリー的には実際のモビルスーツの整備体験をさせてもらいましょう。で実技実習的な段階だったっぽい。で本当にタイミング悪くちょうどその整備やってるタイミングでテロリストの襲撃があった。銃撃だけならまだしもモビルスーツはパンチもタックルもする兵器だから負担がやばそう。外部装甲が頑丈でも内部は相当歪むんじゃないか。だからストライクはオーブでメンテするときに驚かれるレベルで無茶してたり、殴る蹴る飛ぶ跳ねるしまくってたもんな。キラランチャーの大砲でぶん殴ってたようなシーンすらあるし、これプラス海に入水したり大気圏突入しかけたり砂漠で動きまくってるからな。いやよくオーブまで持ったなこれ。オーブに寄港できてなかったら危なかったね。ストライクもあそこでようやくまともな整備できてる状態だったし、極端なレーダーが近接主体の鉄血とかはフレームの方が構成的には装甲より頑丈だしな。他だとフレーム部分までフェーズシフト装甲使ってるための一部モビルスーツとかガンダニウム合金のフレームノーイングゼロとかも。マニュピレーターの整備やってみたい。横浜のガンダムファクトリーに置いてあったガンダムの指稼働モデルは面白かった。ハンドル回すだけで手がグーパーするやつ。 0083 の宇宙へ上がった後の話の中でジムキャノ2の整備シーンが出てくるけど、その時に機体各部の装甲を開放して冷却してる描写があったんだけど、実際の人工衛星とか宇宙船も相当熱がこもりやすいこと、宇宙空間だと空気への熱伝播による放熱ができないから、あの描写ってそういうことだったのかと納得したり、そういえばシードでアークエンジェルの水不足の時に部品の洗浄もろくにできんみたいなこと言ってたな。量産機なら部品取り機とかあるだろうけど、ワンオフに近いガンダムとか損傷すると整備つらそうだな。共通パーツのがあればまだいいけど、可変機のゼータやダブルゼータやら、鹵獲であるマーク2が主力のアーガマの整備員とか発狂したくなるだろうな。戦艦の整備だったらマードックさんがパーツが足りないって言われた返しに、じゃあお札でも貼って当たらないように祈っとけよって言ってたの覚えてるわ。味方が3隻しかいないのにほんとよく停戦まで戦い抜けたな。帰還後のパイロットに報告書書かせてたな。乗り手側で認識してる故障や異常がないかって。任務後のパイロットは当然疲弊してるのでサボろうとする場合も多いとメカニック側が愚痴ってた。仕事柄精密機器の定期不死や空調の定期点検に立ち会うことが多いけど、一見小さな機械や単純そうなものでも時間かかるんだよな。ファーストだとアムロが部品を一つ一つ交換してたな。マチルダが持ってきた消耗品をブライトがどこに降りたかわからないので困ってた。整備じゃないけどアムロやキラは出撃のたびに調整してるイメージかな。結局整備班も付き合ってるし、ろくに整備マニュアルもできてないだろうし、この時のアムロの作業がそのままマニュアル化されるまであるだろ。ちなみにブルーのエグザムシステムは発動すると駆動系ほぼ全特化への整備兵泣かせのシステム。まあ安全のため持たせてる遊びの部分まで全開で分回すから仕方のない話である。システムが要求するスペック満たす機体用意できないのかよ。幻滅しました、亡命しますをしてしまった博士。それ以外にも小説だとジオン兵が地球では重力で関節ダメになるからフルパワーで動かすと整備士に怒られるとか言ってた。思ったんだけど立たせた状態で整備するのってどうなの？寝かせた方が良くない？万が一整備中にパーツ外れたら下まで落下だし、腕だの足だのが外れて重心崩れて本体が倒れてきそう。単純に艦内ではそこまでの広さがないのと、緊急発進の時即座に対応できるようにするため、オーバーホールの時はちゃんと寝かせる。しっかりメンテナンスするなら寝かせたりするだろうけど、日常の整備ならスペース的にも立てた方が良いだろうし、むしろそうやって横幅取らないのって戦車や戦闘機に対する利点な気もする。指の関節に使われているだろう。ベアリングの打ち直しだけでも何十個やるんだとか考えるとゾッとする。ましてやパンチとか兵器でぶちかますパイロットもいるしな。モビルスーツ整備員は地獄だわ。